8000系8501南海8000系電車とは南海電気鉄道がかつて保有していた一般車両の位置系列である。1975年に高野線南馬駅三日市丁駅間の向けに位置、編成のみ製作された電気市直波制御の試作車である。直波装置は自動化変化実式の三菱電気製キャフム型を採用し高速域からの改正ブレーキを可能としていた。 ブレーキは6000系列と同様の電磁直通ブレーキだが、回生ブレーキ併用なので、HSCR である。台車は同時期に製作されていた量産車の6200系と共通の S 型民電式である。車体も6200系と同一であり、一見しただけでは見分けがつかなかった。容易な識別点としては8000系には電気連結器がないことや、ブレーキ管開示の排気音が、 独特のものであることなどがあった。当初は4両編成であったが、高野線列車の長編成化に対応するため1977年に中間車2両を増備して6両編成となった。1975年製車とほぼ同一仕様であるが、室内の荷棚が金網からパイプに変更された。運用は6000系列と共通であったが、制御方式の相違や、 電気連結機を省略していることから閉結できず、常に編成単独で使用された。高野線の三日市町駅橋本駅間では20メートル車を入線可能とする改良工事が進められていたが、同区間には急勾配があり、また列車密度が低いため改正ブレーキを使用する場合に、改正執行が起きる確率が高かった。8000系は巨大な電気子直波制御機を搭載するために、 床下スペースに余裕がなく、改正執行時用のそもそも測定同様抵抗器を詰めなかったため、1984年3月11日のダイヤ改正で、他の20メートル車が臨間田園都市駅まで運行するようになった後も、原則的に三日市町駅なには入線しなかった。本系列の営業運転での実績から、省エネルギー効果は高かったが、 電気子直波制御車の申請コストが高いことなどもあり、量産は見送られ、量産型の改正ブレーキ車は堺地直波制御を採用した8200系となった6200系6521回1990年に直波制御機の老朽化対策としてゲート制御部の更新が行われた。また、同年に登場した2000系への対応として、 変電所側に改正電力吸収装置の設置により、改正執行時対策が施されたため、6000系列や8200系と同様に3日、市町駅を越えて、橋本駅まで入線できるようになった。しかし、車体、台車は丈夫であったが、制御機の経年劣化による故障が頻発するようになり、長期にわたって、使用不能となって、 仙北高速鉄道から100系電車を借り入れて、車両不足をしのぐ事態も発生した。保守部品確保が困難になりつつあることや、試作車としての使命はすでに全うしていることもあり、2001年に7100系一時車の廃車発生品を流用して6200系と同一の抵抗制御に、改造、6200系に編入され系列消滅となった。なお、ブレーキ管開の排気音は、 以前のままである。また、室内の荷棚の違いにより当時の名残を垣間見ることができる。その新旧車号の対象は以下の通り。8501から8001から8002800380048502、800 800 6521から6233から6234623562366522。ありがとうございます。